こんにちは。こんにちは。毎日夕方5時に更新しております。今日のアクセサリーのコーナーです。はい、です。はい。早い早い。今日は、はい、ミキティが、はい、なんと今日は3分で、うん、はい、今日3分で、3分アクセサリー。もう紹介してくれると思います。はい。はい、大丈夫大丈夫。3分アクセサリー。3分アクセサリー。3分アクセサリー。じゃあ、行きますよ。ストップウォッチ。見えないね。じゃあ3分、はい、カウントダウン、はい、3時間じゃなくて3分で3分でいきます。はい、よーい、はい、スタート。いっす。はい、本日ご紹介するのはこちらです。何でしょう。フリスクじゃない。ちょっとこれ焦ると開けるのに苦労する。こちらのクリーニングクロスです。まあ、あの液晶とね、画面とか拭くものですね。ほうほうほう。ハイテッククロスっていう名前なんですけれども、シルクのようなすごく滑らかな触り心地ね。ああ、うん、すごい滑らか。滑らかな触り心地の高級クロスでございます。で、皆さん、あの液晶クロスって言ったら別に何でもええやん、あの、うん、よくフィルムとかに付属されてるものでいいじゃんって思うかもしれないんですけれども、うんうんうん、このクロスの特徴というのは、うん、とにかくこのきめ細かい、うん、極細繊維とファイバーで、うん、きめ細かく、汚れをきめ細かく汚れを取るのと、この大きさです。あ、大判やね。そう、大判なんですよ。うん、で、大体 iPhone の液晶を拭くだけでしたら確かに小さいものでもいいんですけれども、せっかくクロスを別で買おうっていう方は、うん、あの別のものも拭きますよね、大体ね。はい、確かに。パソコンですとかゲーム機ですとか、うん、モニターとか。そうそう、モニターとかいろんなもの拭くと思います。うん、で、その時にね、あの付属のね、ちっちゃいクロスとかだとめちゃめちゃ拭きづらいんですよ。うん、このパソコン一つでもね、全然拭きづらいんですけど、うん、この大型クロスは、うん、めっちゃ拭きやすい。あ、確かに、うん、余裕で拭けてる。拭きやすい。かつ、うん、これ特に液体クリーナーなどがいらないクロスですので、まあ、そのままシュッシュみたいなあれがいらんの。シュッシュはいらないんですよ。すげえ。で、そのまま軽く撫でてあげるだけで汚れが落ちますよっていう高級クロスでございます。なので、これ1枚あれば大体 OK です。で、汚れたら洗えます。洗えるんだ。洗える。何回も使える。そうです。水洗いか。洗う時は手洗い。手洗いですね。基本的には手洗いで、うん、石鹸使ってもいいの。石鹸使っても OK です。で、何度も使えますし、まあ、1枚こういうのがあれば、まあ、常に液晶きれいな状態で溜まってますから、うん、まあ、家に置いとくのもよし、職場に置いておくのもよし、みんなで使えますからね、うん、大きいから。確かにすげえなんか触り心地。そう、ちょっとシルクに近い。そう、シルクに近い。シルクのような触り心地。ハイテッククロスでございます。へえ。っていうね、大きいクロスのご紹介でございました。終了。ストップ。あ、キャンセルをしちゃった。切っちゃった。見てた。残り36秒ぐらい、うん、つまり2分30秒ぐらい。ハンプアクセサリー成功。達成。むしろちょっと時間余してくらいぐらい、ね、もうちょっと盛るべきでした、ね、まあでもね、そのくらいに別にもうこんな多く語る必要がないくらいいい商品なんですよ。なるほど、うん、もう見て実感しろ、うん、見て感じて。これちょっと私のこっちのパソコン、うん、今すごいいい感じに指紋ついてるじゃないですか。結構ね、汚いですね、うん、拭いていい？拭いて、どうぞ。あ、なるほど、うん、液体何もつけないで、うん、綺麗になるね。なります。なんかメガネ拭きとかにも良さそう。あ、そうです。メガネもね、いいです。うん、あの液晶クリーナー、液晶クロスって、うん、あの iPhone とかにちっちゃいものっていうのはメガネ両面拭くのとかすごいやりづらいんですよ。確かに。メガネはね、両面一気に拭きますからね、大体。確かに。これはね、やる。あ、すげえ、モニター綺麗になった。あと女性の方だったらファンデーションについている鏡とかも拭けますか。なるほど。え、ファンデーションとか取れないかな、うん、これについて。あ、洗えるんで、はい、洗えるんで取れるんですよ、はい、洗えるっていうのもね、なかなか珍しいですよ、クロスの中では。あ、そうなんだ、うん、クロスは基本洗っちゃダメ。いや、あの、洗うと結構こう毛羽立っちゃって、うん、なるほど、みたいなのが多いので。なるほどね、うん、へー、一家に一枚系です。うーん、なるほど。何枚もいらないけど一枚あると。なるほどね、超便利。まあ、一見最初フリスクに見えますけどね。あ、そう、缶付きです。持ち運び OK。 持ち運び OK。 フリスクっていう名前なんだっけ。遠洋ハイテッククロス。ハイテッククロスって名前です。遠洋ハイテッククロスでした。はい、
はい、お知らせです、はい、記事の方でも同じものを紹介しております。こちらコメントしていただきますと毎日一人にプレゼントが当たります。今週は、こちらのおしゃれな iPhone5S5 ケースでございますのでコメントよろしくお願いいたします。はい、あとアップバンクストアではですね17時から18時の間に大変お得なセールを行っております。半額以下の安い商品たくさんございますのでこちらもぜひチェックをお願いします。なんかそう手品したくなる、うん、手品したくなるサイズと、うん、うん、思いっきりなんか見えましたけどね今ね、クロスとともになんか見えましたけどね、あージャガポックルが邪魔したジャガポックルがちょっとね、まあ、手品にも使ってみてください。はい、はい、それ以上今日のおすすめでした。はい、でした。また明日、はい、ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。